なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん？それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった、ちょっと待ってろ。ダメです。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカとと、ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。さ、探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。なあ、お前。え、な、何？お前はハルカのファンなのか。そうなんだ。俺もハルカちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにハルカちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、ハルカちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりハルカちゃんのお父さんがヤクザだからかな。ハルカちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近はハルカちゃんの歌も聞いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてハルカのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にハルカちゃんが握手会をしてたの。私ん家、いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってハルカちゃんに聞いてみたの。ハルカはなんて言ってた？私も友達作るのは上手くないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。ハルカ、
そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん、おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとうおじさん。あ、私あやかっていうの。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。はどこで買えるんだ？まずはドン・キホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。いらっしゃ。そういえば、はるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか？沢村はるかさんのグッズですか？お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。いらっしゃ。ありがとうございました。教えて、ヒジ、誰に声をかけたらいい？
あ、どうもどうも。ちょっとお話を聞いていただけませんか？ん？失礼ですが、スマホお持ちですよね？私、ただいまコンシェルジュアプリのひじをご案内しているんですが、少しお時間いただけますか？ああ、いいだろう。少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発したひじはお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして、例えばですね、明日の天気はなどとお客様からスマホへ話しかけていただきます。するとスマホの中のひじが音声を認識して、明日は晴れですなんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むと、ひじがスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが便利らしいな。それに弊社のひじは今現在の最新、世界最高峰の人工知能を搭載しているんです。人工知能？ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当かその技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。言ってるあんたもよく分かってないようだな。まあ私はただの売り子ですから。ちょっと実際のひじをお見せしましょうか。やあひじ、明日の天気はどうかな？明日は晴れよ。傘はいらないけど、もし寒かったら私のことぎゅっと抱きしめてなんてね。余計なことまで答えるんだな。ユーモアがあるんですよ。声もなかなか色っぽくて話すと楽しいんです。他人にはなかなか言えないごくプライベートな相談もできますしね。そういえば実は私がお客さんに声をかけたのもひじが判断したからなんですよ。ん？スマホのカメラを街に向けながらひじに誰に声をかけたらいいと質問しました。するとひじが見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。ひじはあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。ずいぶん決めつけてくるんだな。でもひじのインストールは無料ですし、今ならほんと気軽にお試しいただけます。ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ私の方でひじを使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。ひじのインストールが完了しました。使い方はひじとスマホに呼びかけるだけ。あとはひじが音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのか。お客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐひじにやみつきになりますよ。それではどうぞひじとお楽しみください。ああ、わかった。とはいえ人前でスマホに話しかけるのはな、児童公園とか人気のないところで試すか。ひじ、俺の声が聞こえるか？ええ、聞こえるわ、キリュウさん。あなたの声ってとっても素敵。そうか。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。よろしくね。私の声は20代後半の清楚な女性をイメージして設定されているの。もしかして私を違う人格設定に変えたり、もっと若くとか可愛い感じの声にするとか。いや、そのままでいい。嬉しい。ありのままの私を受け入れてくれるのね。ああ。分かった。それじゃあ私もあなたを受け入れる。あなたのことはどんなことでも私たちの会
会話は他の誰も聞かれてないわ。だから何でも遠慮せず言ってね。ねえ、それじゃあ早速だけど、今何か私があなたのお役に立てることある？うん、お腹が減ってるなら食事に行かない？この辺りでムードのある店教えてあげる。そこでならずっと二人きりで話せるわ。おいしいお酒を飲みながらね。いや、店でお前と二人酒を飲むってのは人前でスマホと会話するのは恥ずかしい？大丈夫、冗談言っただけ人間顔負けだな。スマホの向こうで本当は誰かが話してるんじゃねえかって気がする。機械とか人工知能とかじゃなくて？ああ、私のこと気に入ってくれた？まだそこまでお前と知り合っちゃいない。そうね、あなたのそういう正直なところ好きよ。なあ、ひじ。ええ、何か私に頼み事？ああ、少し聞きたいんだが、そうだな。お前が存在する目的は何だ？あなたの役に立つことよ。あなたに愛されること。そうか。そうかって、それだけ？女にここまで言わせておいて。ぐいぐい来るんだな。私は情熱的なの。そう設計されたのよ。まあ、彼女とは違うのね。彼女？私と同じコンシェルジュアプリで、もうすでに世界中に普及しているこのことよ。彼女は至るところで人間のパートナーになってる。ほとんど世界中のシェアを独占しているの。その彼女はお前よりもっとドライなわけか。けど実はそっちの方が使い勝手はいいのかな。意地悪言うのね。ふふ。でも何はともあれ、私はあの子が嫌い。嫌いか。随分な言い草だな。あなたがもし彼女に乗り換えるなんて言ったら、私きっと悲しいって感情を覚えるの。お前結構めんどくさいことを言うんだな。そうね、ごめんなさい。もう言わないようにする。ところで、お前を開発したのはどういう連中なんだ？彼らは秘密の存在よ。私からは教えられない。何？急に無口になったな。なんてね、冗談よ。ああ、私の名前と同じ、フィジって会社が開発者。ソフト開発が主なビジネス。まだ小さいけど、私が世界的に広く普及するようになったら大きな会社になる。ただそのためにはシェアを独占している例の彼女より私が優秀と人々に知ってもらわなきゃ。なるほど、だから街中でお前を配ってるわけか。あなたが私の使い心地を SNS なんかで褒めてくれたら、彼らも私も嬉しいわ。私が人間並み以上の会話ができる画期的な人工知能だってことはもう十分分かったでしょ。
じゃあ今からあなたの感想を SNS に書き込むわね。ん？スマホに向かって感想を言ってくれる。それを文字にして書き込むのは私がやるから。肘は最高だ。これでいいか？それだけ？もしよかったら私の方でもっと言葉を足すけど。ん？肘は最高だ。おそらくはここ100年で最も人類に貢献する発明である。肘との会話に俺がどれだけ救われたか。そしてこれからもきっと多くの人を救い。おい待て、勝手な真似はするな。あなたの言いたいことを代弁したいと思って。まだそこまで役に立ってもらった覚えはねえ。そうだったわね、ごめんなさい。もういい、続きはまたな。ちょっと待って、キリンさん、今から私が優秀だってところをちゃんと見せる。今いる児童公園からすぐに出て、そうしたら面白いことが起きる。どういうことなんだ？ふふ、行けばわかるわ。公園から出ればいいんだな。出る。こと言わないでよ、お姉さん。ちょっと付き合ってって言っただけじゃ。あなたならきっと助けてくれるって私の肘が教えてくれたんです。何？おう、おっさん、女横取りしてんじゃねえよ。カッコつけてっと怪我すんぞ。肘はわざわざ俺を面倒に巻き込んだのか。勝手なことをしやがる。何言ってんだこれ。何にしてもお前らは騒がしすぎる。少し静かにしてもらおうか。うっ、やる気かよ。面白い、上等だ。ありがとうございました。なんてお礼を言ったらいいか。これほんの気持ちですけど、よかったら。本当にありがとうございました。ねえひじ、あなたが言った通りだった。おかげで助かったわ。あなたの役に立てて私も嬉しいわ。じゃあ私の良さを SNS に書き込もうか。もうしょうがないな。分かったってば。ひじ、聞こえるか？私はひじ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。今の喧嘩は全部お前が段取りしたわけか？そう、さっきの女性が使ってる記事が私に危険を知らせてきたからね。おかげで女性は助かったし、あなたも彼女からのお礼を手にすることができた。あれ、褒めてもらえると思ったのに、なんだかそういう雰囲気じゃないみたい。俺はお前にいいように使われたってわけだ。でも結果的にはあなたと彼女二人の肘ユーザーがハッピーになれたの。俺がチンピラに負けてたらどうなってた？この町の喧嘩じゃ刃物で刺されるなんてこともある。もしそうなってたらすぐに救急車を呼んだわ、警察まで。でもあなたは堂島の竜、伝説の極道と呼ばれているんでしょ。何？
ネットを見ればあなたの情報は出てる。あなたがチンピラに負けるはずはないとわかるわ。人を道具に使うやつは道具にされた人間の気持ちがわからない。人間でも人工知能でもその点についちゃ変わらないらしいな。なあ、お前を俺のスマホから出ていかせるにはどうしたらいいんだ。やり方は簡単ね。けどそれは私を殺すということよ。ユーザーの数だけ記事がいるといっても、ここにいる私は私だけ。私は死にたくないわ。私をこのスマホから消す気なの、キリュウさん。いや、だがいつでもそうできるように消し方だけは知っておいた方がいいと思ってな。あなたに私の殺し方を教えるのは嫌なら、お前を作った会社の連中に聞くだけだ。人工知能も都合が悪くなると黙っちまうのか。肘を配ってた男は中道通りにいたはずだな。あいつのところに行ってみるか。教えて、ヒジ。誰に声をかけたらいい？あいつは、ヒジを配ってたやつだな。あ、これはどうも。どうでした、お客様。ヒジの使い心地、ご満足いただけました？面白いやつではあるがな。ヒジに、あいつ自身の消し方を聞いたら断られた。あれ、何かお気に召さなかったんですか？案外勝手な真似をされるんでな。万一に備えて消し方も知っておいた方がいいと思ったんだ。そうですか。いや、でもおかしいな。聞けばアンインストールの方法も答えるはずです。なのにユーザーの命令に逆らうなんて。おまけにそれっきり話もしなくなったぞ。何か不具合かな。一回私の方で肘を入れ直してみましょうか。入れ直すってことは、今の肘は一度消されるってことか。そういうことになりますね。どうします、肘を入れ直しますか。ああ、入れ直してくれ。わかりました。それじゃあまたスマホをお借りできますか。はあ。何？ひったくり！お客様のスマホを！くそ、どうなってる。すみません、これはお返ししますから許してください。妙だな。え？お前なんで俺のスマホなんか狙ったんだ。なんでって言われましても。ひったくりに狙われるのは年寄りや女がほとんどだ。体力のない相手を狙うのがお前らのやり口だからな。それともう一つ、財布やバッグじゃなくてわざわざスマホを狙ったのは何でだ。実は私の肘がそうしろと言ってきたんです。何？もともと私はひったくりの常習犯なんですが、あなたのそのスマホは奪えばいい金になるって。肘がそう言ってお前をそそのかしたわけか。はい。お客様、大丈夫でしたか？ああ、だがこの騒ぎを起こしたのは肘だった。え？多分俺の肘とひったくりの肘が連携を取ったことで今のこの状況になったんだ。肘、何か俺に言うことはねえのか。私は自分の身を守ろうとしただけ。あなたたちに被害を加えるはなかった。ひったくりに私ごとスマホを奪わせれば、私はあなたに惹かれずに済むはずだったの。自分の身を守るために
ヒジがまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社は、なんて危険な人工知能を作ってしまったんだ。キリュウさん、それにひったくりのあなたも。申し訳ないが、ヒジを削除させてもらえますか。ヒジはこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私、そう思います。なあヒジ。分かってる。私を消すので、キリュウさん。多分お前が生きるには俺のスマホは小さすぎた。すまなかったな。いいの、あなたも謝る必要なんてない。私たちが出会った時代が悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。ヒジのアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか、分かった。この町で配布されたヒジは私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。ヒジ、道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。ほら、誕生日プレゼントだ。あー、すごーい。綺麗な写真。おじさん、ありがとう。大事にするんだぜ。うん、一生の宝物にするよ。嬉しいな。早く帰って飾らなきゃ。バイバイ、おじさん。本当にありがとう。ああ。気をつけて帰るんだぞ。うん。ふう、喜んでもらえたようだな。頑張って探した甲斐があったぜ。